ラビンダラの松本です。佐野です。はい。ということで、今回は検証企画でございます。はい。はい、では発表します。人は気配を感じれるのか感じれますか？もう何を言ってるんですか。よくでも聞くじゃないですか、なんか人の気配感じて後ろ向いたら、ジブリのナウシカとかでもね、あのナウシカがあの来たら、オーフンが来た時にバン来たっていうあのことや。そう、あのことです、あのことです、はい、風の流れだけでバン。そう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 、なんかこう分かれへん、まだ目には見えてないけどなんかおる気がするっていうのがまあ気配じゃないですか、うんうんうん、それは本当に実際に感じれるのかどうかというのを。なるほど。今から検証したいと思います。はい、はい、どうやってやりますか。私がまあカメラの前に立ってですね、はい、あの気配を感じ取ろうとするので、うん、松本さんは後ろから、何回か、カメラの、ね、こう後ろに入ってきて、うん、気配を送ってください。うん、送ってください。いるよっていうのを送ってください、うんうん、で、もう一回はけるで、これで、まああ、こっちに入ってくるってこと。そうです、そうです。近づくんじゃなくて、近づくんじゃなくて、まあ、この直線上に追ってください。で、気配を送って、ま、もう一回はける、うんうん、でこれを何回繰り返したかっていうのを、何回入ったかみたいな。そうです、何回気配を送ったかっていうのを僕が感じ取って回数を僕が発表します。当てるっていう、はい、その回数が合ってたら OK、 やっぱり気配はあるんだな。あるんだなっていうものがあるんだなって存在するんだなっていう。何分とか決めますじゃん。1分にする。1分ないし2分、1分から2分の間。いやいや、ちゃんと決めよう。そんなのバラバラでええの。2分、はい、2分で。わかりました。はい。わかりました。2分の間で何回気配を送っても大丈夫です。なんかまあ、送る。はい。送るをするわ。あ、そうです。ほんなら1回でわかるよ。これは本当にでも真剣にやってくださいね。うん。本当に僕も真剣に気配を感じ取りたいので。なんで真剣にできんねん。やろうもん、はい。お願いします。はい。いきますか。じゃあちょっと、皆さん静かにお願いしますね。はい、用意したとお願いしていいですか。用意終了。はい。なんなんこれ。わかりました。これあのマジで狙っていきます。はい。私が気配を感じた回数は、はい、
何5回です。いや、なんで5回5回、はい、うわー、おー、いいえー、1回ちゃんと送った いやいや、あの送り方わからんねん、これ残念でした。いや、でもすごいな。でもミシミシ音してたしな、よか悪いよ。何回かミシミシ音してたから、うん、でも音せんように頑張ったけど、うん、え、なんか感じるの、やっぱやっぱりその、なんていうかな、いや、これほんま、うん、ボケとかいらん、ほんまにほんまになんか感じたの。これに関しては、なんか目線を感じるという。そう、なるほど、じゃあ、渡辺さんは、はい、何度か気配は感じれると。そうです、完璧じゃなくともプラス、まあ、気配を自分でこう送るっていうことも大事だっていうところですね。いや、自覚ないんですよ、それそれ自覚ないんですよ。ちゃんとこう目線でこう今いてますよっていうのが、こう頑張ったけどね、でも、うん、はい、それを出してくれてたから私も気配感じれた感謝、感謝ありがとう、ほんまに。そう、自覚ないからな。そう、わかりました。2人の意見というか気持ちが一致しないところの気配感じれない。はい、ということで、よかったらまたね、機会あればやらせてください。ほんまに機会あればいい、ね、絶対断るやん。機会あればいいです。ほんまみんなやってほしい、これ、はい、うん、よかったらぜひ、気配は感じれますので皆さん、やってみてください。絶対やれへんけど、ね、以上、はい、今日はおしまいでございます。また明日お会いしましょう。さよなら。